久保さん、まあ、すべてはやってみないと分からないという感じですかね。やっぱやらずして、あの、まあ、事前にね、調べることもできるんだけども、まあ、結局やってみないと、入ってみないと分かんない部分はもちろんあります。じゃあ会社の、会社を全部調べる。でも入ってみないと、会社の、そこで働いてる人の気持ちまでを、 全部調べることはできないですよね。うん、ただ、事前にね、ある程度調べることはできます。うん、で、僕が、ネットやった時に考えたことっていうのが、まあ、これからインターネットは、まあ、普及するだろうと。っていうことを考えましたね。うん、でも、それは、うん、やってみないとわかんなかったかもしれないけども、 でも、やらなくても分かる部分もあったかなと。当時、ADSL、ソフトバンクのね、あのヤフー b b が配られて、ネットが普及して、安く普及して、ガラケー、i モード。みんなインターネットにこう、まあ、ね、ちょっと経ってから IT バブルも来ましたけど、うん、まあその後、IT バブルが、 あ亡くなってからもう何年経つかわかんないですけどいまだにみんなインターネットを使ってるしまあ YouTube 見てるしうんまあなくならないものを見通すっていうなくならないものを見通すっていうのがいいんじゃないかなうん得るものを見通すんじゃなくて自分のメリットを見通すんじゃなくてなくならないものって何なんだろうっていう なくならないものを見通す力があると、見通す力というか、それを考えた方がいいんじゃないかなと。何を得られるのか、給料が上がるのか、うん、福利厚生がいいのか、自分が得られるメリットを探すよりこの世か、この世で何が求められていて、何がなくならないんだろうっていうところを探求して探して、そこから答えを導き出すと、まあ、外れは外れにくいんじゃないかなと思いますね。うん 自分が好きだからとか、自分にええメリットはこうだからじゃなくて、世の中のニーズ、世の中はどういうふうに流れているのかっていうところですよね。そこを見通していくっていうのが、結構僕は大事だと思いますね。うん。少なくても僕がラッキーだったのが、そこを少しでも考えられたっていうところですね。手に食、まあ。手に食の方がいいかな。手に食。この前、対談、熟成さんと対談したんですけど、その熟成さんは、 あのー、整備士を選んだんですよね手に職っていうところでだけど整備士、はい、やってみたけど全然給料がね、まあ、その仕事の割にはもう整備士の給料アッパーがあるし少なすぎて、まあ、これはきついなっつってやめたみたいですけど、うん、僕はまあネットやってよかったですね本当に。まあこれからもネットしかないですけどうん どんな手に触をつけますかいってらっしゃい